ピエール・アチール・ウェボ・クワモは、カメルーン・バ・フーサム出身の元同国代表サッカー、選手。ポジションは FW。CA オサスナと RCD s スパニョールに所属したウェボは、スペイン一部の舞台で8シーズンにわたりプレーし、227試合48得点を記録した。カメルーン代表としては2003年に、 初めて選出され、アフリカネーションズカップ2回と2010フィファワールドカップでプレーした。現役引退後の現在は、スユペルリグのイスタンブールバシャクシェヒル FK でアシスタントコーチを務めている。初期マヨルカでのウェボ西部州バフンサムに生まれたウェボは、ウルグアイのナシオナルモンテビデオで、プロキャリアを始め、3年の在籍で二度リーグ戦で優勝した。最後の3年目は、 特にチームにとって重要な選手となり2002年のコパスダメリカーナで得点王に輝いた2003年1月にヨーロッパへ移動しマドリード郊外にある2部の CD レガネスと契約した CA オサスナ2003年夏に CA オサスナに移籍しそれから3シーズン目に6得点を挙げたそのシーズンはリーグで4位になり UEFA チャンピオンズリーグ2006から07の予選3回戦、出場権を獲得するが、ハンブルガー SV に敗れたため本戦出場は、叶わなかった。2006年夏には、マラリアの治療のためにプレシーズンを棒に振ったが、2006から07シーズンは、昨シーズンと同じ31試合に出場した。UEFA チャンピオンズリーグで敗退したことにより、 出場した UEFA カップ2006から07では、準決勝まで勝ち進んだ。ウェブ個人としては、決勝トーナメント2回戦のレンジャーズ FC 戦、セカンドレグで勝ち抜けを決める、決勝点を挙げ、準々決勝バイエル・レバーク前戦ファーストレグでは、途中出場して、すぐにチップキックでゴールを奪う活躍を見せた。準決勝のセビージャ FC 戦では、 セカンドレグ終盤にポストを叩くヘディングシュートを放ったものの得点はならず敗退この大会で9試合に得点を記録した RCD マヨルカ2007年ディエゴトリスタンやマキシロペスの対談からストライカー獲得を迫られていた RCD マヨルカに移籍したすぐさまチームに適応したがシーズン開幕早々に右足第5 中足骨を骨折して、全治3ヶ月の怪我を負ったことで1年目の出場機会は、わずかなものだったが5得点を挙げた。翌シーズンになると得点王を獲得しただに、グイサが去ったことで、主に途中出場だったものの出場機会が増え、2008年9月28日の、ラシンサンタンデール戦で決勝点を挙げるなど5得点を挙げた。2009から10シーズンは、 チーム2位体の6得点を決め、チームは5位で UEFA ヨーロッパリーグ2010から11プレイオフの出場権を獲得した。スペイン一部での8シーズンは先発出場と途中出場がちょうど半々くらいであるが、毎シーズン安定して5点前後を決めている。また、ヘディングシュートを得意としており、2007から08シーズンは リーグ戦での4得点中4点を2008から09シーズンは5得点中2点を2010から11シーズンは11得点中6点をヘディングで決めている2010から11シーズンは降格寸前の苦しいシーズンだったがウェボ個人としてはアリツ・アドリスが去ったこともあり今までの控えの状況から一変して レギュラーの座をつかみ、キャリア最高の11得点を挙げた。残留に一役買った子もありシーズン終了後に、契約を3年延長したが、8月に入ると、個人的な理由から退団を望んだ。トルコ当初は、トルコのカイセリスポルへ、遺跡金125万ユーロで、加入濃厚だったが、最終的に、イスタンブール BB に入団。 2011年9月11日の開幕戦、ガラタサライ SK 戦でデビューした。2013年1月31日に、同じイスタンブールを本拠とする強豪フェネルバフチェ、SK に移籍金300万ユーロ3年契約で加入。スイバススポル戦でデビューし、初得点を決めたがホームで1から2と敗れた。 3月7日の UEFA ヨーロッパリーグラウンド16での FC ビクトリアプルゼニ戦において唯一の得点を挙げ勝利に貢献した2015年7月24日にオスマンルスポル FK へ移籍2017年にガズイアンテップ BB へ移籍した2003年11月にカメルーン代表に初招集された2006フィファワールドカップ アフリカ予選のコートジボワール戦で、ハットトリックを決めて勝利したが、ジュミンはコートジボワールに、あと一歩及ばず、本大会には出場できなかった。また、同年のアフリカネーションズカップ2 0 0 6発、出場した。2009年8月12日、ウィーンで行われたオーストリアとの親善試合では、前半のみの出場だったが2得点した。 2009年7月にポール・ルグエン監督が就任してから徴用されるようになり、2010フィファワールドカップアフリカ予選の最終予選で6試合中5試合に出場し、本大会進出がかかった最終節のモロッコ戦で先制点を決めた。予選終了後の親善試合、ケニア戦でも得点した。アフリカネーションズカップ2010では、 隠した相手に先制点を与える試合が続き、準々決勝で敗退した。2010年5月、2010FIFA ワールドカップに出場するカメルーン代表メンバー23人に選出され、大会開幕直前の6月1日に行われた、ポルトガル戦では1-3で敗れたもののチーム唯一の得点を決め、 6月5日に行われたセルビア戦ではヘディングで2得点するなど、好調さを見せていたことから、グループリーグ初戦の日本戦と次のデンマーク戦に、先発出場するも得点を上げることはできず、最終的にチームは、グループリーグ再開で敗退した。2008年9月のデポルティーボ・ラ・コルーニャ戦で、デポルティーボのチーム DJ のウェーボにまつわる発言が、話題となった。 チーム DEJ は、行こうぜ、マヨルカは、ウェボ一人のみ、デポルは20の、ウェボがあるとアナウンスしたのだが、スペイン語で、ウェボとは、卵の胃で、俗語では睾丸を意味する。このウェボと、ウェボをかけた発言に、悪意はなかったものの、審判記録に記載された。ありがとうございます。